暮らしとコーヒーの動画。こんにちは、暮らしとコーヒーの動画です。皆様ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。今年はなかなかお出かけができないということで、この動画を見られてる方も多いんじゃないかなと思いまして、ちょっと更新頻度を上げております。で、更新頻度を上げてるネタなんですけれども、今回はタイムモアのミルですね。こちらが、どんどん今日本に正規輸入品が入ってきてるタイミングでございます。そして前回紹介した X なんかもそうなんですけれども、今回は、スリムプラスという機種をご紹介していきたいと思います。タイムモアの C2 ですね。 C2、 あれはやっぱり今でもベストバイだと思うんですよ。コスパがやっぱ7150円とか7700円、赤の方でですね、だったりするんですけど、こちらのスリムプラスはプラス刃という新しい刃が搭載されて価格で販売されるものになります。このスリムプラスですねが、他の機種とどう違うのか、タイムモアってちゃんとこう住み分けができてるブランドで、こちらのスリムプラス何が得意なのかっていうところを今日紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。暮らしとコーヒーの動画。では早速開封していきたいと思います。タイムモアの商品っていうのは結構どれも共通のパッケージになってて、アップルの iPhone みたいって言われることも多いんですけど、もう袋とかが入ってて、ざっと説明書は保証書が入っていて、もうその下には本体が入ってるっていう感じですね。本体がこうあって、であと掃除用のハケ、これが結構大事で、これとあとあえて足すんだったらブロワー、シュッシュッてするやつですね、あれがあったら手引きミルのメンテナンスが非常に楽にできるということが分かっています。では細かい部分を見ていきましょう。暮らしとコーヒーの動画。手引きミル紹介の動画なので、ちょっと喋りがオーバーになってるっていうか、声張ってますね今日ね。そして夏美店長も今はいないんですけど、後でまた登場するかな。はい、の僕一人でお届けしております。では細かいパーツを見ていきましょう。まずこの持ち手ですね、木製になってます。 C2 が樹脂製のものになっていて、 X は金属製ですね。でこれともう一個多分後日紹介する G1 プラスっていう機種は、ここが木製になっています。でこれがマグネット製ですね。結構しっかり強めのマグネットがついてるので、引いてる最中にすっぽ抜けるっていうことはなかなかないんじゃないかなと思います。これを取ると、基本的にこう構造はすごくこう C2 に似てるのがこちらのスリムプラスの特徴です。でこの下の部分ですね、この辺りの、ねじ込み式だったりっていうのも C2 と共通で、何が違うのかっていうと、この筐体が細い、この細さがすごく重要で、この間もちょっとお店に来たお客さんに試してもらったんですけど、女性の手だったらやっぱりその X とか G1 プラスって結構太くて握りにくいんですよ。それに比べてこちらのスリムプラスは非常に細くて女性でも握りやすい。夏美店長ちょっと握ってみてください。よかった、夏美店長来てくれて。はい、どうですか。握りやすいっしょ。ちょっと回してみてください。はい、どうぞ。あ、いいね。ねえ、これ多分夏美店長一番ハマると思うやつですね。ありがとうございます。夏美店長今開店準備中でうろうろしてるので、ちょこちょこ手伝ってもらおうかなと思ってます。で続いて下の部分をバラして、このね調整ネジ、この調整ネジもかなりクリック感が C2 に似ています。他の機種に比べるとはっきりとクリック感がある、新しい規格の、ていうかこれ新しいやつだな、新しい C2 に搭載された下の調整ネジがもうすでに搭載されてますね。こっちの方が先に出てたんですけど、この調整ネジはスリムプラスに最初に搭載されたようです。で開けていくと調整ネジ外れます。でもう一個パーツが外れたら即刃にアクセスできると。でこの刃が、C2 なんかと一番の違い、プラスシリーズといえばこの刃っていうものが、こちらの上にギザギザがついてて下がカットするもの、C2 は下のカットするものだけで、この上のギザギザがついてないです。でこのギザギザが何なのかというと、砕く機能ですね。砕いて切るっていう2段階のカットができるんですけど、もう C2 買っちゃったよっていう方ご安心ください。このギザギザの部分何に使うかというと、大きく効果を発揮するのはエスプレッソを引く時です。
エスプレッソのような粒度が細かいものを引くときに非常にこのギザギザの部分が役に立つんですけど、ハンドドリップですねなんかをするとき、あとマキネッタとかまでは全然あの C2 の刃でいけるので、依然 C2 がベストバイだと僕はこの動画でも言っちゃいます。ですがこのプラスバーがあって何ができるかっていうのをこれから比較検証の中で一つ足してやっていきたいと思います。それはエスプレッソ用の粉が効率よくクオリティが揃って引けるかどうかです。で比較するのはマッツァーの業務用のグラインダー、あれの引き目に合わせて今から粉を引いていきたいと思います。あとはハンドドリップ用ですね、1豆はルワンダ、普通のチューブ化入りの豆が甘みのブラジル、この2種類を比較してみて、あとタンクの容量ですね、浅入り、チューブ化入り、深入り、これがどれだけ入るのかっていうところもこれから検証していきたいと思います。暮らしとコーヒーの動画。はい、では今から引き比べをしていくのに目を合わせていこうと思います。こちらも合わせてます、二重クリックで今回は合わせていきます。完全に締めたところから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、20、はい、これで二重クリックに合わせました。今から浅入りのルワンダとチューブ化入りのブラジル、こちらを 15g ずつ何秒で引けるかっていうのをそれぞれ試していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では夏美店長ストップウォッチ係をお願いします。いきまーす。はーい、んんんん、隠れちゃう、この辺この辺、はい、はい、いきます、よーい、スタート。はい、はい、引き終わりました。はい、20秒28。早っ。あ、そんな早かった。はい、なんかすごい芯食ってる感じがあったわ。はい、ありがとうございます。はい、はい、では今から微粉の量も測っていきたいと思います。こちらのパウダーコントロールに入れて10回振ります。はい、 OK です。はい、では微粉めっちゃ少ないっす。はい、あー 0.1g 以下ですね。微粉は 0.1g 以下でした。はい、続いて粉の揃え方を見ていきましょう。このシルバースキンがたくさん残ってるのも割ってやるので、このシルバースキンがわざと大きく残るようになってるみたいです。ちなみに X はもっと大きく残っていました。これスリムプラスよくね？はい、では続いてチューブ化入りのブラジルを引いていきます。はい、いいよ、うん、よーい、あら、よーい、スタート。はい、終わりです。はい、24秒。あー、なるほど、7。やっぱ浅入りの方が早いんだな。はい、では微粉を除去していきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、微粉の量を測っていきましょう。少な、あ、それでも 0.1R ぐらいでした。で、粉の揃え方ですね。はい、はこんな感じ。もうあの2ハゼ入ってるものってシルバースキンは取れてるので、こんな感じに揃ってますね。やっぱり砕いたのと切ったのとで割と均一に粒子は揃ってる印象です。暮らしとコーヒーの動画。では実際に引いていきたいと思います。夏美店長、はい、お手伝いお願いします。いくよ、うん、よーい、スタート。はい、さ、あら、あらら、はい、34秒。まあ、プラス1秒、35秒ぐらい。はい、35秒ぐらいで 15g のエスプレッソを引くことができました。で、続いて粒度を見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、こちらがスリムプラスで引いたエスプレッソ用の粉、こちらが業務容器で引いたエスプレッソ用の粉です。こちらのスリムプラスの方のタンク容量から確認していきたいと思います。まずは浅入りのルワンダから量を測っていきます。まあ、あの X とかを経験してるとコンパクトなので非常に入れにくいなっていうふうには感じますね。はい、
よ。はい、では入りました。こちらのスリムプラスにルワンダのコーヒーを入れると 24.5。 はい、ルワンダの朝入りのコーヒーはスリムプラスに 24.5g 入ることが分かりました。では続いて中深入りのブラジルを測っていきましょう。はい、今中深入りのブラジルを入れてみたんですが、だいたい 20.6 とか7とかもうちょっと入るかなっていう感じですね。マックス 21g まで中深入りのブラジルは入ることが分かりました。では最後に深入りのマンデリン、前回は深入りのブラジルをしたんですけど、夏美店長からマンデリンの方が良くねっていう指示をいただきましたので、最後深入りは大粒のマンデリンで測っていきたいと思います。はい、では最後に大粒なマンデリンの重量、深入りですね、を測っていきたいと思います。おー、こんなもんかな。はいはい、出ました。マンデリンですと 19g、 深入りのマンデリンで 19g の豆をスリムプラスは入れることができます。スリムプラスに入る量は浅入り、中深入り、深入りでこんな感じです。暮らしとコーヒーの動画では、ここからはさらに追加で検証していきたいと思います。実際にクラシトコーヒーの業務容器ですね、エスプレッソマシン、ビビエンメのものになるんですけれども、そちらを使ってこちらのスリムプラスで引いた粉でエスプレッソを実際に抽出してみたいと思います。ポイントは2つあって、1つはクレマがしっかり出るかどうか、もう1つは味がちゃんと業務用で引いたものと近くなるか、この2点を検証していきたいと思います。すごい、この画角いいな、綺麗に映るな。はい、よろしくお願いします。はい、クレマがこんな感じで出てます。はい、夏美店長に来てもらいました。なんかね、僕だけでやると自作自演感が強いなって今撮りながら思ったんで、それ、抽出したエスプレッソがそれぞれ入ってます。はい、ちょっとどっちがどっちか飲んで、うん、1個がスリムプラス、1個がいつもの業務容器です。あ、エスプレッソいつもそんなんだから。はい、はい、まあ牛乳入れてね、エスプレッソは夏美店長はいつも飲むから、そうなる、そうなる。はい、どうですか、違い分かります？分かります。お、どうですか？こっちがうちのマシンのやつだと思う。ほう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 。で、こっちが？こっちが、うん、こっちのあれ。なんでなんで？なんだろう、こんなになんか強烈な味じゃなかった気がする。なるほど、はい、正解は、はい、こっちが、はい、これです。いや残念。残念。ということで、いつも飲んでるエスプレッソを超えるというか、うん、じゃあエスプレッソだけ飲んだら、うん、こっちの方が私は美味しい。なるほど、うん、で、その引き目の調整もエスプレッソマシン結構大変なんですけど、うん、これワンクリックでできるので、すごくその辺はよくできてるなと思います。ということで、夏美店長はこういった感じで新書を持ちました。はい、で、もうこのまままとめに入ります。はい、で、こちらのスリムプラスなんですけど、やっぱりハンドドリップは C2 と変わらないぐらいの精度が出せるっていうところなんですね。プラスアルファのプラスバーならではの特
徴っていうエスプレッソに強いっていうのはこうして立証することができました。で C2 を買わなくてこっちを買う人っていうのはエスプレッソを自宅でしてみたい人、している人、もしくはその業務用でエスプレッソの引き目をいろいろ試してみたい人なんかはこちらのスリムプラス非常におすすめです。しかも握りやすいので、もう一つおすすめできるのは女性に握りやすさで言うとおすすめです。はい、はい、以上スリムプラスのレビュー動画でした。どうもご視聴ありがとうございました。夏美店長ありがとう。暮らしとコーヒーの動画、すごい新スタジオ感がすごい。はい、締めの挨拶を夏美店長にやってもらいます。お願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画いかがでしたでしょうか。気に入っていただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。はい、また Facebook、Instagram、Twitter と SNS もしておりますので、そちらの方もフォローいただけると嬉しいです。はい、スリムプラスはゴールデンウィーク明けの5月13日以降のタイミングでお届け分を今から商品登録します。で、50本確保してもらってるので結構在庫はふんだんにあると思います。気になる方はぜひ概要欄からこちらの商品ページの方をチェックしてみてください。はい、はい、では良いゴールデンウィークを。良いゴールデンウィークを。